も吉田です。やっと届きました。待望の高級ゲームボーイ、アナログポケット。奇跡的に購入できてから1年以上待ちましたが、いやー嬉しい。めちゃくちゃ期待しながら待ったので、多少の不満点はありますけど、それをはるかに凌駕する良さがあります。購入したのはアナログポケット黒本体とドックなので、ポケット本体の質感や操作感に加えて、テレビ出力なども試しながらレビューしていきます。ではこんな感じで見ていきたいと思います。高いだけあってパッケージも非常に上質です。黒を基調としたしっとり質感の箱で、非常にワクワクします。では開けてみましょう。出てきました。いやーすごい綺麗ですね。スマホの箱のようにまず本体が現れる演出が、とてもテンション上がります。では取り出してみましょう。この楕円形のものが USB-C ケーブルで、この四角くて薄いやつが、中に何か入っています。ステッカーが2枚と、簡単な説明書ですね。こちらが内容物一覧です。説明書がこれだけではわからない場合、裏面のバーコードを読み込むことで詳細な説明を読むことができます。次はドック。ドックの箱の方が大きいです。最初こっちがポケット本体かと思っちゃいました。同様に開けます。ドック本体と電源アダプタが現れました。ドック本体を取り出して、電源は折りたためない普通のやつです。楕円形のやつは給電用の USB-C と HDMI ケーブルでした。ドックにも本体と同様のステッカーと説明書が入っています。こちらが内容物一覧。手に取ってみた感触としては、案外プラスチッキー、サラサラとした質感で傷がつきにくそうな触り心地でそこまで悪いものではないですが、空洞感がある、プラスチックが少し薄いような感覚、まあ高級中華ゲーム機とかに慣れてしまっているせいで普通がわからなくなってるだけか、右側面にはスピーカーとマイクロ SD スロット。上側はカートリッジスロットだけあって、左側面にはスピーカー、ボリュームボタンと電源ボタンがあります。下側にはリンクケーブル用端子、充電用 USB-C、イヤホンジャック、裏側には初代ゲームボーイリスペクトな感じのラインが入っています。滑り止め的な意味もあるんでしょうが、デザイン的にも良いですね。ゲームボーイアドバンス用に LR ボタンがついています。サイズ感的には初代ゲームボーイとほぼ同じ大きさです。幅は体感ではゲームボーイの半分くらい、完全にフラットなのがかっこいいですね。ドックは USB-C を差し込む感じ、ポケット本体よりもずっしりとしていて、質感的にも高級感があるように感じます。安定感はありますが、雑に扱うと壊れそうなので注意が必要。裏側には両サイドに USB、ペアリングボタン、給電用 USB、HDMI、裏側は全面滑り止めになっているので安心ですね。ドックと本体を並べるとこんな感じ。ボタンの押し心地は若干遊び大きめ、軽めに感じるので個人的な好みとしてはもう少し固めでも良いかなって思いますが、かなり良い感じです。いわゆる AB ボタンと XY ボタンに違うパーツが使われていて、非常にこだわりを感じます。十字キーは軸感もあり、しっかりと操作できる感じがベリグーです。全キーが同時に押される感じもないので、夢を見る島でも安心ですね。スタートセレクトホームボタンはフラットではなく少しだけ出っ張っていて、プチプチとした非常に良い押し心地です。LR ボタンは反発力が少しあるクリック感で良い感じ。手に持った感じはすごく手に馴染んで良いです。ちょうどいいサイズ感ですね。そしてこれが問題点なんですが、カートリッジにロック機能がないため少し押し込んだだけで外れてしまって、ゲームがフリーズしてしまいます。相当強く持って使わない限り、普通に遊んでいれば、外れることはなさそうですが、本当にもったいない点ですね。画面はゲームボーイの10倍の解像度なので、半端ないくらい綺麗です。発色も良く、輝度も高い。ちなみに PPI で言うとアイポヨよりも高いですからね。こんなに高い解像度のゲーム機は他にないので、それを体験するためだけにでも買う価値があると思います。ではこのままタイトルまで流すのでピカチュウを堪能してください。いやーピカチュウ可愛いなぁ。IPS 液晶化した初代ゲームボーイと比べると圧倒的な差です。画面の大きさは体感的には倍くらいに感じますね。画面もラミネーションディスプレイなので、めちゃくちゃ美しいですね。解像度が高いので、GBA もこのようにピクセルパーフェクトでパッキリ表示できます。マジで綺麗すぎる。電源ボタン長押しで起動。初めて起動するとこのような画面が現れます。シンプルなアナログロゴが現れました。ウェルカムトゥーポケット。チュートリアルが始まりました。せっかくなんでチュートリアルを受けましょう。ロゴのボタンを押してメニュー画面、スタートボタン、セレクトボタン、ボリュームボタン、一緒に押してミュート、明るさ調整もできて、画面表示を変更。電源ボタンでスリープモード。電源ボタン長押しで電源のオンオフ。利用規約が色々出てきて、同意して、アップデートを促されましたが、無事始まりました。非常にシンプルなメニュー画面ですね。メニュー画面でカートリッジを差し込み、プレイカートリッジを押すことでプレイできます。
ファミコンミニで遊べば実質ポータブルファミコンですよね。表示方法も変更することができて、お好みの画面で楽しむことができます。おすすめはやはりオリジナルゲームボーイ風ですかね。この赤いのはバーチャルボーイかな？もう一度近寄って見てみるとこんな感じ。現状はこの5種類だけですが、ファームウェアアップデートで他の表示方法が追加されることも期待できそうですね。GBA はパッキリ表示、オリジナルに近いグリッド表示、GBASP のオリジナルに近い表示と変更することができます。明るさもかなり細かく調整することができて良い。ちなみに電源は電源ボタンを長押しで落とせますが、軽く押すとスリープモードになり、ゲームも一時停止状態になります。便利ですね。スリープ状態の時にカートリッジが抜けても問題なく再開できますが、再度差し込む際に、ちゃんと読み込めないとエラーかリセットが起きてしまいます。まあ、そんなことする必要ある？って感じですけど、ドックの使い方はとても簡単。本体を差し込むだけで画面出力できます。ゲームボーイ版スイッチですね。HDMI 出力なのでかなり画面も綺麗ですし、Bluetooth コントローラーも使えるので実質レトロフリークの上位互換のような使い方もできます。ちなみに適当な電源だと使えなかったので、付属のものを使うか、出力数の高いものを使うようにしましょう。あとドックに接続している間は充電されるので、充電器として使うことも可能です。ポータブルモニターはドックからの給電でも使えたので電源が一つで済むのも便利。天才。他の機能としては GB スタジオ製のゲームを遊ぶことができたり、ナノループが遊べたりと、ゲーム以外の機能も充実しています。ステレオスピーカーが非常に良いのがわかります。シェルの質感、カートリッジゆるゆる問題など、惜しい点はあるものの非常に最高の端末です。よく考えられているし、ゲームへの愛を感じる。後悔はしないと思います。何より画面が最高に良い。これだけでも買う価値ある。少しでも気になったら、ゲームボーイを好きなら絶対に買った方が良いと思います。実機でゲームボーイとゲームボーイアドバンス本体、それぞれの IPS かキットと新品のシェルを買うよりは安い買い物です。何より最新の端末感がすごくあるし、今後発売予定のアダプターも含め買えば、ゲームギア、ネオジオポケット、アタリリンクス、ターボグラフィックス 16PC エンジンまで遊べる。買わない理由なくないですか？これ。